今回の e スポマニアは特別編としてプロの手元を特別に見せちゃいます。収録の休憩中にカメストリーさんがコンピューターと対戦していた様子をノーカットでお届けします。意外な一面も見れるかも。それではどうぞ。そう、早っ。これが分かってやってるのがもうよくわからない。もはやこれ見て何連鎖になるか私はわからないです。まだ2、あ、始まった。向こうか。死んじゃう。間違えました。え、これ負けましたね。ほら、コンピューター強ない？あ、これ強いキャラクターにしたんですよ。あ、キャラクターに違う。サタンのキャラクターはコンピューターの多分一番強いと思われてるんで。中からでも？で、しかもまだこれ最強モードにしてないので、もう一段階上がりますんで。サタン、このスピードで追いつかないと勝てない。倒さないとなかなかコンピューターにも勝てないっていう感じ。コンピューターもめっちゃ速いスピードで落ちてますもんね。無理ちゃう？サタンすごい。なんか空中浮遊みたいなのもできてますよ。あ、やばい。それで帰ります。おいしい。おお、おお、11連鎖で青が、右端に青が1個余る感じ。すごい、わかるんですか、それが。結果を予測してる、すごい。むぎゃわ。よし、終わった。階段積みだと、こうやって、まあ、縦3列積んで、で、端まで行くと連鎖が止まってしまうので、そこから上に伸ばす折り返しっていう技術があって、それやるとさらに5連鎖より上の連鎖が目指せるって感じですね。今やってるんですけど、折り返しね。今左青から上に黄色紫っていう連鎖を積んだんですけど、やばい。でこれで下に繋がってまた右に移動するっていう。おお、おお、ほんまや。すげえ、やり返し&やり返しや。でおまけで全消しです。全消し。初めて見た全消し。なんかちょうど全消しで勝ったん、すごいですね。はあ、締まりがいい。わ、完璧な終わり方、完璧ですね。なんかテレビ的にも。まあ自分は連鎖すべて把握してるので、連鎖がすべて把握されてて、どう消えて全消しになるっていうのを分かってるっていうのがすごい。連鎖した後にどういう形が残るのかっていうのをちゃんと見てますので、これがプロの差ですね。e スポマニア、皆さんどうでしたか？こんなすごいカメストリーさんも負ける時があるんですね。次回からもプロの技を見逃さないでくださいね。次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ABS